AKB48 グループは、秋元康氏が総合プロデュースを手掛ける AKB48 及び姉妹グループから構成される女性アイドルグループの総称、ブランド名。同義の名称として AKB グループ48グループがある。さらに省略して AKB48G、悪ブグ 48G、単に48と表記されることもある。 また AKB48 プロジェクト、AKB48 ファミリーと表現されることもある。なお、AKB48 グループと AKB48 という名称は厳密に使い分けられているわけではなく、AKB48 名義の活動や作品であっても姉妹グループのメンバーが参加することで、実質上は AKB48 グループとしての活動や作品となっている場合もある。 また、AKB48 や AKB という名称は、競技では単一グループとしての AKB48 のことを指すが、講議では姉妹グループを含めた AKB48 グループ全体のことを指す。AKB48 には、愛に生けるアイドルという基本コンセプトがあり、それを踏襲した姉妹グループによって、AKB48 グループが形成される。 それぞれのグループが専用内視共用の常設劇場を有し、劇場公演を実施するほか、反則イベントとして各地で握手会や写真会を開催するなど、共通したフォーマットでの活動を行う。また、日本国内外の各地域を拠点とするようにローカルアイドルの側面を持つ。AKB48 の全国展開は全国の人にも 会いに行けるアイドルを体験してもらおうという秋元のアイデアから生まれたとされ、東京まで足を運ぶのが困難な地方在住者でも近くの劇場に行くことができるという狙いがある。2011年以降は日本国内だけではなく東南アジアや東アジアを中心にアジア各地でも姉妹グループが発足している。 AKB48 グループは所属しているメンバーが多いことが特徴の一つであり、日本国内だけで317人、日本国内外すべて合わせて609人のメンバーが在籍している。AKB48 グループには、おにゃんこクラブから定着、一般化したアイドルグループの脱退を意味する卒業の仕組みがある。秋元によると AKB48 とは途中経過であり、 次の夢へのステップの場所であるとしている。これにより卒業者が出たとしても、新メンバーを募集するオーディションも適宜、開催しているため、このような構造がフォーマットとして構築され、グループの持続が可能となる。AKB48 グループという故障については、AKB48 発の姉妹グループ、SKE48 が結成された当初より、使用されていたわけではない。 コンサートのタイトルとして AKB48 グループが初めて使用されたのは2011年5月24日から6月12日に開催された見逃した君たちへ AKB48 グループ全公演であり AKB48 グループの使用は2011年頃から増加していき2013年4月頃より急増している AKB48 グループの各グループ名は 拠点とする都市名や地域名をラテン文字表記に変換し、そこから3文字を大文字で抽出し、48を付加したものとなる。秋元によれば、おにゃんことか何か単語が入ると古くなる商品開発番号みたいなものを作って無機質にしたとのことである。2018年の上海、台北での姉妹グループの再構築においては、 AKB48 チームレイというグループ名となっている。2020年8月現在、日本国内6グループ、日本国外8グループ、K14 グループが活動中である。結成に至らず、構想段階、AKB48 グループの位置、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、 NGT48STU48 日本の AKB48 グループの1、AKB48JKT48BNK48 チーム TP、MNL48 チーム SH スゴ48、c g m 4 8デル4 8ムブ4 8アジアの AKB48 グループの1、AKB48 グループといっても、その場面や受け手によって、使い方、 解釈は様々であり、以下のようなものがある。上記の関連グループのほか、AKB48 グループでないものとして、以下のようなものがある。AKB48 グループの推移2005年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年時期。 未定各グループとも劇場公演を開始した後に CD デビューという順を追って活動していたが BNK48 と STU48、MNL48 では劇場の開設が遅れたこともあり先行して CD デビューしている AKB48 グループには派生ユニットやソロを含めて1000曲以上が発表されている その大半の楽曲は総合プロデューサーである作詞家、秋元康によって作詞されている。楽曲コンペティション方式で提出された曲を秋元が直接聴き、採用するという曲先の形が基本である。AKB48 グループは大人数であるため、各グループごとでも所属メンバー全員が揃うことは少ない。グループの活動形態として、 主に劇場公演のメンバーを構成する単位であるチーム制の他にシングル表題曲の歌唱メンバーに代表される選抜メンバーの制度がある。人数が増えると CD ジャケットにメンバー全員が収まらなくなったことや音楽番組側の人数削減要請などがあり、この制度が生まれた。選抜メンバーは運営スタッフにより決められており、 その時の状況によって選出されるメンバーは異なるが、シングル表大局においては、選抜常連メンバーが大半を占めている場合もある。特に選抜から外れることが滅多にない主要メンバーは、超選抜とも呼ばれる。選抜総選挙や、じゃんけん大会は、このような状況へのファンの反発から企画された。シングル表大局の選抜メンバーは、各グループで最小が7人。 最多が36人であり、16人から20人程度の選出が多く、第4回以降の選抜総選挙によるシングルや1、次期の SKE48、NMB48 のほか、HKT48 の全期間においては16人で統一されている。SKE48 の結成以降、AKB48 の選抜メンバーに、姉妹グループに所属するメンバーも選出されている。 そういった構造から AKB48 のメンバーは AKB48 に所属しているにもかかわらず AKB48 のシングル表題曲の選抜メンバーに選出される機会が少なくなっておりもはや AKB48 のシングルではなく AKB48 グループのシングルであるとも言われるまたキングレコードが主催する AKB48 の シングル劇場版発売記念大学司会などのイベントには姉妹グループのメンバーも参加しているが、その逆のパターンはない。このように完全な横並びとは言えない。関係上、AKB48 を本店、その他のグループを支店と呼称することがあるほか、総称としての AKB48 と区別するため、イベント等ではあえて AKB48 単独を称したり、 ファンらの間では純 AKB という呼び名も用いられている。こういった実情により、AKB48 のファンは、AKB48 メンバーだけでの活動を支持するものも多く、50s シングル選抜発表後に、ツイッター上では、AKB48 単独シングル希望という運動が起こった。なお、AKB48 単独でのシングルについて、運営は、 年に一度くらいはそういうのがあってもいいのかもしれないが、隠し前グループの新たなファンが興味を持つきっかけになっていることを理解してほしい。カップリングなどにはあります。ファンの声が盛り上がっていけば、シングルもあり得ます。期待していてください。と回答している。2021年9月発売予定の AKB48 の 5S シングルは、 AKB48 メンバーのみで歌唱することが決定。姉妹グループメンバーが歌唱メンバーとして参加しないのは2010年発売のチャンスの順番以来となる。日本国外のグループについては AKB48 のフォーマットを日本のまま輸出することで日本的な文化であるアイドルが受けクールジャパン戦略の一環とする目的もある。日本国外のグループに関して日本では 海外姉妹グループと称されることが多い。特徴として、選抜や総選挙、推しといった用語、メンバーコールやミックスなどは日本語表現がそのまま使用されている。上記のように日本のままフォーマットを輸出するため、日本国外のグループは日本の AKB48 グループの楽曲を現地語カバーで発表するという形態をとっている。そのため、 グループ名義でのオリジナル楽曲は長い間存在しなかった。AKB48 楽曲の歌唱メンバーには姉妹グループメンバーも選出されているが、日本国外グループのメンバーは原則として関与することがなく、AKB48 のシングル表題曲の選抜メンバーに選ばれたこともない。AKB48 選抜総選挙には第10回の 世界選抜総選挙開催まで AKB48 からの遺跡メンバー以外に立候補資格はなかった。なお JKT48 では2014年からシングル選抜総選挙を独自に実施しており BNK48 でも2019年に初開催した。STU48 は AKB48 グループで初めて戦場劇場を拠点とし、 劇場公演を行っている。SDN48 については他グループと異なり、恋愛禁止は歌われず、既婚者も在籍した20歳以上のメンバーによる大人アイドルグループであった。楽曲や衣装はセクシー路線であったりして差別化が図られていた。日本国内の AKB48 グループの一つでは、あるが活動期間中に選抜総選挙。 ジャンケン大会のイベントに参加することはなかった。メンバーは原則的に各グループが拠点とする地域に在住しながら活動する。メンバーの活動名はほとんどの場合が本名であり原則として芸名を使用していない。JKT48 では本名の一部を省略した活動名を使用している場合もある。BNK48、MNL48、 スゴ48、CGM48、デル48のメンバーは本名も公開しているが現地に根ざす文化に適応してニックネームが主な活動名として使用される。AKB48 グループとしての活動はアクスが運営管理を統括していたが2020年4月以降は日本国内全グループが独立した運営体制となりバーナ・ロッサムは 日本国外グループの運営のみ継続している。なお、AKB48 グループショップや AKB48 グループチケットセンターは AKB48 の運営会社である DH が運営している。メンバー各人の所属事務所については SDN48 を除きオーディションにおいて芸能事務所と契約していないことを条件としているためグループ加入時に それぞれの運営会社の所属となるが、在籍中に、グループ外の芸能事務所からの要請により移籍する、例があり、所属事務所はメンバーごとに異なる場合がある。現役メンバーのみ記載している。委員は活動休止中のメンバー。小目寺、AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48。 JKT48BNK48MNL48AKB48 チーム SHAKB48 チーム TP スゴ4 8 c g m 4 8デル四4 8 a k b 4 8グループにところ属するものは日本だけでも300人を超えておりその人数の多さで知られているメンバーの数は不定であり卒業と加入を繰り返し常に増減している 48という名称により、各グループのメンバーは48人であると認識されることもあるが、実際には48人を大幅に上下していたりする。なお、正規メンバーの総数が48人となったり、偶然に全メンバー合わせて48人となることはある。AKB48 のチーム性を多くの姉妹グループが踏襲して採用してきた。正規メンバーは原則として、 いずれかのチームに所属しており、チームごとに、劇場講演を行っている。各グループ、各チームにそれぞれ特性が存在するとされる。ただし、SDN48 に、チーム制はなく、STU48、AKB48 チーム SH、スゴ48、デル48ではチームが結成されたことはない。また、NGT48 は2019年4月より、 チーム性がなくなった。AKB48 チーム TP では、ユニットがチームに準ずるメンバー構成になっている。NMB48 は2021年1月にチーム性を廃止した。JKT48 は同年3月15日にチーム性を廃止し、アカデミークラスの体制をなくした。AKB48 チーム SH と AKB48 チーム TP のグループ名に、 含まれているチームは、ここで言うチームの概念とは異なる。チーム名はグループ名に使用されているラテン文字及び数字を1文字ずつをとってチームという形になる。AKB48 グループ内でのチーム名の重複を防ぐため既存チームと同一の文字があった場合にはチームの後に2、3、4という風にローマ数字が付けられ区別できるように配慮がなされる。 現在、チームの定員は不定であるが、2007年から2012年までの AKB48、2014年までの SKE48、NMB48、HKT48 では一チーム16人体制が定着していた。JKT48 では、チーム発足時から定員を決めていなかったが、2018年の JKT48 アカデミー設立以降は一。 チーム16人体制に定められた。これは劇場公演の出演メンバーが原則16人であることや16人を3チームで48人になることが関係している。2012年に AKB48 グループのメンバーを統括するポストとして AKB48 グループ総監督が創設された。歴任者はいずれも AKB48 のメンバーであり、 在任期間は、チーム A 所属である。高橋南横山由井向一美音、AKB48 グループのチームにおいては、AKB48 チーム8を例外として、キャプテンのポストが設けられている。グループ全体のキャプテンのポストについては、AKB48 では、当初から設けられたことがなく、最初に、グループ全体のキャプテンとなったのは、SDN48 の野呂カヨであり、 NMB48 の山本彩か、JKT48 のメロディーぬランだにらくさにらが続いて就任した。またチーム再編成によって SKE48 はグループ全体のキャプテンのポストを2013年に設けた。SKE48 では当初から他のグループでチームのキャプテンと呼ぶポストをリーダーと呼んでおり、逆にグループ全体のリーダーを キャプテンと呼ぶことになった。2014年に開催された AKB48 グループ大祖格祭りでは日本国内グループにおける副キャプテン、副リーダーの制度が導入された。なお、AKB48 の2018年春からのチーム体制では副キャプテンが置かれていない。正規メンバーがチームに所属しているのに対し、チームに所属していないメンバーもいる。 代表的な例が研究生であり、AKB48 の4期生から採用され、姉妹グループも踏襲している。研究生は正規メンバーへの昇格を目指す立場にある。その反面、特に研究生のようなアイドルとしても成長途中の若いメンバーを好むファンも存在するため、昇格すると研究生ブランドがなくなったことから人気が低下するという現象もあるとされる。 グループによっては、研究生とは別の故障で、それに相当する立場が存在している場合がある。AKB48、SKE48、NGT48、JKT48、AKB48 チーム SEG では、正規メンバーから研究生、あるいはそれに相当する立場への降格事例がある。なお、研究生制度の導入後でも、加入時に研究生を経験しない。 メンバーオーディションが行われる場合があり、下記が該当する。この場合には、チーム結成後に、正規メンバーと研究生に振り分けられることがある。AKB48 グループでは、数多くのメンバーの中から選抜された、比較的少人数のユニットとしての活動が、行われる場合がある。単独でメジャーデビューし、継続して活動を行ったものとしては、以下のユニットがある。いずれも、 AKB48 の派生ユニットとして誕生したものであり、メンバーの遺跡、兼任等により、姉妹グループメンバーも参加している。AKB48 美術部展覧会、Google 上で発足した AKB48 グループメンバーによる部活動。秋元康氏の発案により、特定の分野の活動に特化した部が結成された。 AKB48 グループ全メンバーが自らの意思で参加することができ、部長は秋元康氏が指名した。2012年4月時点で活動していた部と2013年1月1日時点での所属メンバーは以下の通りであった。AKB48 グループから卒業したメンバーが多いため、在籍メンバーについては部員リストで太字表示する。 美術部2012年4月発足。2012年1月10日、秋元康氏が Google で AKB 外白を集めて古典をやろうと発言したことに始まり、真っ先にイラストを投稿した片山春香が部長に任命された。Google で行われたメンバー募集では、当初 AKB48 及び姉妹グループから49人の入部希望者が出た。美術部のメンバーには、 秋元康氏が副学長を務めていた京都造形芸術大学の専門家による授業が行われた。最も早く創部された部活動。創部当初は唯一の部活動であったこと、兼部禁止が田の部ができてから作られたルールだったため、部活動制度の整備にあたっては、天部社が相次いだ。姉妹グループごとにリーダーを置いているが、設定された時点で JKT48 に、 所属しているメンバーはいなかったため、JKT48 のグループリーダーは不在。活動内容は、週刊、AKB で紹介されていたほか、美術手帳でも紹介されていた。また2012年4月29日から2013年10月27日まで、毎月最終日曜日の読売新聞日曜版で、秋元康氏が連載しているエッセイ、秋元康氏の一分後の昔話に、 毎回2名の AKB 美術部メンバーが交代制で今月の画伯としてイラスト等を担当。2012年6月15日から2012年7月8日にかけて東京都千代田区外神田所在の3331アーツ千代田において AKB48 と美術部展覧会を開催している。また2012年10月3日に発売された 松井咲子のスタジオアルバム、呼吸するピアノのジャケットには、CDDVD 版には、佐藤夏希による、イラスト、CD オン D 版には、石田遥の写真が使用されている。演劇武器音楽部料理部、中塚智美が、AKB48 料理部部長の肩書きで、週刊プレイボーイにおいて、第47巻第17号から第48巻、第16号までの49回にわたって、 48、サバイバルクグタスは戦場だの中の1コーナーである、AKB48 料理部部長、中塚智美の男のスイーツ教室と題した連載を持っていた。文芸部自動車部普通自動車、第一種運転免許の取得を目標としているため、部員は全員18歳以上。また、他の部活動との掛け持ちが認められ、活動内容は、AKB 自動車部で紹介されていた。 マラソン部2013年11月19日発足。瀬古敏彦総監督率いる DNA、ランニングクラブの全面サポートを受けるとともに、オフィシャルスポンサーとして株式会社、DNA ライフサイエンス、オフィシャルサプライヤーとして、水野の支援を受けた。各、グループ及び全グループの合計人数を表示。丸括弧ないは突起なき場合、兼任メンバーの人数、 太字は、過去最大の在籍人数をそれぞれ示す。2009年まで2010年から、SDN48 全員卒業まで2012年4月から2013年まで2014年から、SNH48 関係解消まで2016年6月から2017年まで2018年から2021年3月まで2021年、a k b グループのほぼすべてのメンバーは、 随時各グループにおいて開催されるメンバーオーディションを経て加入している。AKB48 グループ全体のオーディションとしては2013年と2015年、2018年に AKB48 グループドラフト会議が開催されている。AKB48 グループのメンバーオーディションは SDN48 を除いて応募時点で芸能事務所に所属していない女性を対象としている。 なお、以下のメンバーは、通常のオーディションを経過せずに加入している。太とは、現役メンバー。AKB48 グループは、基本的に常設劇場を拠点に活動しているため、メンバーは、劇場公演デビューに向けたレッスンを行う。AKB48 グループは選抜メンバー制度が、採用されているため、シングル表題曲やカップリング曲など形態を問わず、 CD デビューするまでの期間はメンバーによって異なる。初期から在籍するメンバーは、グループの CD デビューとともにデビューとなる場合が多いが、一部のメンバーは所属グループのそれに先立って、AKB48 の楽曲に選抜され、デビューとなる場合がある。研究生として加入したメンバーは、正規メンバーとなるチーム所属メンバーへの昇格を目指し、活動する。 AKB48 グループで昇格までの期間の最短は、あずまりえで、最長は同じく SKE48 の松村、香織で、約5年半の研究生時代の中、SKE48 就寝名誉研究生を経て、正規メンバーに昇格している。AKB48 グループのメンバーは、チームのメンバーを入れ替える、組閣を経験したり、一部のメンバーは、 グループ間における遺跡や兼任を自ら申し出たり、運営側から言い渡されることがある。戦術の通り、AKB48 グループは、次の目標へのステップという概念のもとでの活動方針があるため、各メンバーはいずれグループから離脱することが前提となっている。一般的に AKB48 グループを離脱する場合には、卒業という表現が用いられる。 卒業するメンバーは基本的に所属するグループの劇場で卒業公演を実施する。特に人気や貢献度が高いようなメンバーに関しては卒業コンサートや卒業セレモニーが開催される場合があり、さらにオリジナルの卒業ソングやシングル表題曲におけるセンターが与えられることもある。研究生や活動歴の浅いメンバーに関しては辞退という表現が用いられる場合がある。 またスキャンダルの隕石として、グループ離脱を申し出る者も、卒業ではなく、事態が用いられる場合がある。辞退するメンバーに関しては卒業講演を行われない場合が多い。その他、グループ離脱を指す表現としては、脱退、解雇、契約解除、契約満了がある。各グループを抜けた後には、プロジェクトの枠内に止まることはできず、グループ卒業は、 AKB48 グループ卒業を意味する。所属事務所についても、日本国内では NMB48 を除いて、グループ限定の運営会社であるため、卒業後は原則として、事務所も退社することになる。NMB48 は、運営会社の小タイトルを含み、同じ吉本工業系列会社ならばそのまま、在籍できる場合がある。JKT48、 BNK48 では、運営会社にそのまま在籍し芸能活動を続ける者も,もいる。グループ離脱後はアイドルを名乗らなくなる場合がほとんどで、あり、女優、タレント、歌手、モデル、声優などとして、芸能界で活動するものや、アナウンサーに転身するもの、芸能界を引退して学業に専念したり、一般職に就くものなど様々である。 AKB48 グループ間においては、在籍グループを変更する、移籍、二つのグループのメンバーとして活動する、兼任の制度がある。移籍及び兼任は、グループのさらなる発展やメンバー自身のスキルアップが目的とされる。また、同一グループ内でのチーム間における兼任が行われる場合もある。AKB48 グループの活動の軸として、 主に各グループの専用劇場で実施される劇場公演を行っている。劇場公演は一般のライブやコンサートの一種であるが AKB48 グループの劇場で行われるものは一貫して公演と呼ばれライブコンサートとは分けて考えられる。劇場公演用のセットリストが用意され各チームが繰り返し上演する。AKB48 のオリジナル公演を 姉妹グループが踏襲する場合などは、お下がり公演と呼ばれる。本来、お下がり公演を行った後に、順次、オリジナル公演を実施することになっており、2013年8月には、当時の日本国内全チームの新公演を書き下ろす、ことが発表されたが、秋元康志ら製作人の多忙などにより、ほぼ実現していない。2012年に実施された、 AKB48 各チームのウェーティング、公演以降は、既存楽曲から選曲したセットリストによる劇場公演も行われるようになっている。公演フォーマットは、オーバーチュア全体曲ユニット曲全体曲、アンコール後の全体曲という順に楽曲が披露され、都度メンバーの自己紹介と MC が入る。開演前と終演後にはメンバーによる影アナウンスが行われる。 日本国内グループの劇場公演の映像は dmm.com で AKB48 グループライブ ON デマンドとしてライブアーカイブ配信されている通常公演の他に以下のような特殊形態の公演が行われる場合があるオリジナル公演を列挙太字は原色を表す AKB48 グループと同じく秋元康氏が総合プロデューサーを務める坂道シリーズは もともと AKB48 の公式ライバルとして、結成された乃木坂46と、その後結成された欅坂46など、坂の名称を持つグループの総称で、基本的に、AKB48 グループと、坂道シリーズは分離、区別されている。その一方で、月刊 AKB48 グループ新聞、テレビ番組、AKB48 ショー、ラジオ番組、 AKB48 のオールナイト日本、AKB48 の私たちの物語、雑誌連載、4パチなどの AKB48 グループがレギュラー出演する媒体に坂道シリーズも出演、登場してきた。2014年に初めて AKB48 グループと乃木坂46との間での人事交流が実施され、SKE48 の松井玲奈と 乃木坂46の伊古マリナを対象に交換留学と称した兼人が2015年まで行われた。実際の人事交流に先立ちフィクションではあるが、秋元康氏が企画、制作に関わった2012年1月放送開始のテレビドラマサバドルでは、主人公渡辺真由が秋元康氏の意向より AKB48 から乃木坂46に電撃移籍する。 同ドラマには同年2月にファーストシングルで CD デビューする乃木坂46のメンバーが実際に公式ライバルグループの乃木坂46メンバーという設定でゲスト出演していた。AKB48 を勢い、パワフル、タフ、乃木坂46を理性ヌというキーワードで差別化したり、AKB48 の作品への姉妹。 グループメンバーの選抜入りやグループ間での兼任が盛んな AKB48 グループに対し、坂道シリーズ内に関してはグループをまたいだ選抜や、兼任は行われず、AKB48 を代表するイベント、選抜総選挙は、坂道シリーズでは開催しないように、両グループは異なる活動形態の中で双方に違った文化が形成されている。 常設の専用劇場で公演を定期的に行う AKB48 グループに対して坂道シリーズは冠テレビ番組がアピールの場となる。コミック誌の水着グラビアに登場することが多い AKB48 グループに対し坂道シリーズは女性ファッション誌のモデルとして活躍するメンバーが多く水着になる機会もほぼ写真集のみに限られている。 AKB48 の向井千ビ音ンは、乃木坂46は、プロレスのドラマはきっとやらないだろうし、何でもありの面白さがファンを引きつけるのは、AKB48 の魅力と分析している。楽曲でのコラボレーションはたびたび行われている。2012年に、渡辺真由のシングル、大人ジェリービーンズのカップリング曲、ツインテールはもうしないを歌う真由坂46として、 初めて AKB48 グループメンバーと乃木坂46によるコラボレーションユニットが結成された。2014年には小島春菜と乃木坂46メンバーによる小地坂46、指原里乃と乃木坂46メンバーによる指坂46というコラボユニットが結成された。また、AKB48 のシングルのカップリング曲のため、 2016年に、乃木坂46とのコラボユニット、乃木坂 AKB。2017年からは3年連続で、坂道シリーズとのコラボユニット坂道 AKB が結成されている。ありがとうございます。